私が法工学を勉強しようと思ったきっかけは、大学3年の時に当時林業試験場長でおられた法工学者の田田新淳先生の講話を聞いたことでした。演題は奄美大島の貝塚分布と、それから沖縄列島の貝塚分布というテーマであっただろうと記憶しております。初めて聞く話で内容を理解することはできませんでしたが、私にとっては大変新鮮で、沖縄にこんな学問を研究しておられる方がおられるんだなということで、先生の真摯な姿勢と情熱に心が惹かれていきました。それが考古学への第一歩で、時代54年考古学を勉強しております。そしてその年の夏休み、糸満市阿田座所在の座遺跡を調査して、ここからムスク土器と縄文系土器を採集いたしました。この遺跡も採石により、現在では地形も変わるほど破壊されてしまいました。残念なことでございます。そしてその後も考古学への夢を持ち続け、田和田新淳先生や畳屋広江先生の主催する活弁定石の調査や、江戸宇佐浜遺跡の調査に参加し勉強させていただきました。ところで教職についてからも、土日は国神や南部の各地の遺跡を巡り、夏休みには生徒とともに公民館に合宿をして遺跡の調査に従事しておりました。そのような折、1969年夏頃、浦添貝塚と巡り合い調査することになりました。浦添貝塚は当時江南高等学校に進んでおられました竹本正秀先生が
発見された遺跡でございます。当時、浦添貝塚は風雨によってさらされ、赤い寸前でありましたので、遺物を収集するということを目的として調査することになりました。1969年と70年にわたり調査いたしましたが、私は当時夏休みには課外授業を担当しておりまして、浦添貝塚から発見された一式一式土器が発見される午前中は遺跡にはおりませんでした。ところが当時今日参加しております比嘉晴美さんとか当時の浦添高校の生徒たちが十数名ほど参加しております。この生徒だとともにもう生徒といっても今は60代になっておりますが、夏休みにはもう毎年公民館に合宿をいたしまして、調査に従事しておりました、1969年と70年にわたって調査いたしましたが、私は当時課外授業を担当しておりまして、午前は遺跡にはおりませんでした。午後になって遺跡に行ってみると生徒たちが喜んで騒いでいました。どうしたことだろうと尋ねると、素晴らしい時が出動したよと言って生徒たちは喜んでおりました。よく見ると沖縄の時ではなく移入時であることがすぐ分かりました。文献で調べてみて鹿児島からもたらされた一儀式時であることが分かりました。これが、今お配りしているところの写真に写っている、これは一儀式時の復元をしたものでございます。高さが30センチぐらいで小型なものでございます。で、上から見た感じは4面が角張っております。そして上の方からずっとドームにかけて背紋がされております。断面はくの字型になっております。現在は県立博物館に収蔵されております。Thank you.